皆さん、こんばんは。さあ、バイオハザード RE2 始めていきたいと思います。前回は、クレアじゃなくって、エイダ、あ、そう。エイダですね。エイダを助けに行くところで、止まってました。よいしょ。ちょっと久しぶりなんでね。弾は、ショットガンの弾？まあ、回復2つあるし、行けますか。行きますか。行っちゃいますか。フィルム、取り出しとく？どうしよう。いや、後ででいいか。はい。ちょっと久しぶりの操作なんでね。ちゃんと、できるか、不安なんですが。よいしょ。なんかありますね。あ、ブルーハーブ。ここにブルーハーブ。開いてない。ん？マップ。ゴミ収集場の、あ、グリーンハーブ。ま、完全ボスですね。完全ボス。ボス戦ですよって言ってるやつですね、これ。ここは、マップマップ。何があるか。あ、これ。レッドハーブ。またこれですね。これ。お！ああ !OK でーす。そう、マップここ赤になったんで。うわ、クショ！は？どういうこと？うわ！ちゃい。やばい。これどうすんのこれ。はあ、いて。ちょ、やばくない？ちょっと待って。何の音や。あ、熱い。うわー、こいつ、あれやん。あ、やばい。弾がない。ちょっと待って。生きてたね。逃げましょうか。行き止まり？いや、はい。ちょっと待って。HP、ファイン。うえ！近い！あ、痛い！頑張ってくれ。なんだこれ。ちょっと待って。使おう。痛い。でもちょっと、ダメージ軽減されているから大丈夫なはず。ああ、やばい。ほら、来いや。前にも、後ろにも、あれだな。あ、やばい。前にも、後ろにも、目があるから。あ、やば。落ちてしまった！あー、なるほど。ここから？ちょ。
とりあえずこれ押して、押して。あ、なんや、なんや。ひれ。ちゅっ、ち。これ。うん。じっとしてろ。こうちゃうか。リロード。HP どうなってる？ファイン、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 おおおお、はい、ドン。え、しつこい、しつこい、おおおお、もう一回やる感じですか。あ、やばい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 、今のは避けられんぞ、今のは避けられん。これで少し、うん、頑張ってレオ、レオ頑張って。こっちやばいんちゃうか、食らった食らった、今の食らった。いやいやいや、はいはい、あ、オッケーオッケー、ひるんだひるんだ、よっしゃー、これでこれで終わりだ、終わりだ、さらばだ。お、トゥルッと、そのまま、あー、落ちていきましたね。あー、びっくりした。オッケーでーす。これでお別れだといいが。フラグやん、そんな。先行終了だ。はっ！安心のナイフ！ありがてえ。で？で？マグナムの玉？どこにあるんや？あ、ここか。マグナムの玉。オッケー。これ、これ、強化薬だと思ったら違うのか。ほーんで、あ、こっちか。いや、びっくりした。びっくりした、マジで。あっちゃん。わ？ああ、こっちに来るか。うんふん。声は、あのおっさんだったっぽいですね。エイダ、よいしょ。どこにいる？エイダ。エイダ。心配したぞ。自分じゃ抜けない。俺だって無理だ。やって、これじゃ歩けないわ。わかった。こらえるよ。いたぞ。じっとして。自分でやれる。いいから楽にして。細かい。痛そう。それでこれからどうする？あなたは逃げて、逃げられるうちに。君を置いていけない。こんな状態で。思ってた以上に状況が厳しいのよ。そう簡単に引くかよ。今度は俺が君を守る。そこまで張り合うわけ？何カッコつけてんだか。捕まって、調子に乗らないで。助けようとしただけだ。気をつけて。助けたいならネストへ行きましょう。ネスト？アンブレラの研究所、この下にある。アネットが言ってた、ウイルスのサンプルがあるって。うん、どう、付き合う？他に予定もないしね。付き合いますよ。行くわよ、やることがいっぱい。うう、了解。レオン楽しそうだな。よし、さ、エイダと無事合流できたんで、ここ何かありますか？あ、何もないっぽいな。
じゃあまあいいか。ね、何もない。ん？ハンドガンの弾。あ？ネストへはケーブルカーで行ける。オッケー。ちょっと待ってね。ハンドガンの弾だっけ。了解です。どこでそれを？どこだ？ハンドガンの弾。あったあった。はい。よし。うん。この、あ、そうだそうだ。このジャズのチラシのロッカーですね。ロッカーどこにあるんだっけ？あ、そうね。ここのケーブルカーに行けってことですよね。ああ、うん。ここね。ここね。はい、はい。コントロール室っていうところに、最下層水路はもう行かないよ。ここ行って、あ、ちょっと道もう覚えてないな。多分この SGF っていうのがロッカーの鍵のあれなんじゃないかなって思うんですけど、ここ行って足が担ごうか。結構よ、子供じゃないんだから。ゆっくりでいいから歩いてきてください。これ、見た目より痛い。まあ、エイダはそっち行くと思うから。ちょっと待ってくださいね。上層に行きたいんだけど、ここの、こっちか。こっちか。ああ、OK です。でも、あっち、あれだよね。なんか、いたよね。この、そうそう、あいつ。ほら。なんかしてんだよな。燃やすか。OK、燃えました。これ何してたんだろう。何してたんだ。多分こっちだと思うんですけど。うんうん。ですねー。で、そういうことか。あいつなんであっちにいるんだろうと思ってたら、このロッカーの正常を来るときに倒さないといけない罠的なやつでしたかね。SGF でしたね。SGF。あ、開いた。実績のロック解除。鍵開ける職人？ん？職人か？これなんだ？あ、マグナムの種？玉。はい。よし、じゃあ、ちゃっちゃと戻りましょう。リーダーお待たせー。さ、行きましょう行きましょう。セーブしたいな。セーブしたいな。え？セリフ聞く前に、ムービーシーンが始まってしまった。さあ。ケーブルカーに来ました。戻れないんですか？行きましょう。
こちらはネスト直通です。到着までしばらくお待ちください。俺は許せない。アンブレラに乗り込んで、一刻も早く処罰すべきだ。そうね。でもあなたは正式に任命されてない。これは FBI の仕事。G ウイルスが手に入ったら私がやるわ。ねえ、私を信じる？そっちは？もちろん。出なきゃあなたは死んでる。そうか。あなたの助けがいるの。今こそね。G ウイルスお願い。こんな悲劇は二度と繰り返したくないの。エイダ、弱気になるな。もちろん俺も手を貸す。レオ、私を見て。まともに動けない。あなたが最後の希望なの。お願い。君を置いてけない。もし襲われたらどうする。平気よ。私なら大丈夫。見届けたいの、事件の結末を。それからあなたのこともね。まもなくネストに到着します。まあエイダは確かなんですけど、行って。お願い、時間がないの。恋人を持ってって。恋人がGウイルスにやられてしまって、まあそれで、まあレオ頼んだわよ。まあなんだ、Gウイルスを開発した人たちをまあ成敗してやろうっていう元で動いてるんですよね、確か。で、まあ、使えるもんだったら使ってやろうっていう感じだった気がします。確かね、確かそんな感じだった気がします。ほら、レオンにキスを しましたが、感情とか全くなくって。この事件をとにかく止めてくれっていう。なんとかレオンを持ち上げて、キスしたんでしょうね。多分。壁が完全に解放されるまで、しばらくお待ちください。ちょっと待ってよ。壁が完全に解放されるまで、しばらくお待ちください。おお。ようこそネストへ。さ、ネスト。ご訪問を歓迎いたします。ネストに着きました。さて、Gウイルスはどこだ？パソコンがありますね。仮眠室利用履歴。これなんかまた暗証番号かな？トビー・ジャクソン。サラ・高橋。ウォルト・ペイジ。アンソニー・ホワイト。シリル・アーチャー・デズモンド・ロック。ウェイン・リー。退出してませんね。ここは何ですか？あ、セーブですか？ああ。セーブ。ほい。使うんですかね。まあ、使うときになったらまたここに戻ればいいか。ここは開きますか。このバッグはなんや。血痕がありますね。なんだ。
なんかお酒、大量の、なんかアルコールを飲んだ跡があります。研究所、ノースエリアの地図。ああ、地図、ありがたい。ここに仮眠室があって、なんかはしごがありますね。ピザ食べてた跡が、ポテチもあります。ショットガン、ショットガン、ショットガン、リロードしておきますか。もう一回セーブしとこうか。リストタグ型キーのご利用について、当研究所では最新式セキュリティシステムを採用し、職員の皆様の安全と業務の効率化を実現しています。施設の入出や特定の機器へのアクセスはにはリストタグ型キーによる承認が必要です。認証か。キーの権限にはゲスト、一般職員、上級職員の3種がございます。権限はリストタグに挿入された電子チップによって設定されています。権限の変更は電子チップを入れ替えることで簡単に行えます。職員のご家族へはゲスト用の貸し出しを行っております。受付までお気軽にお申し出ください。これは？調べてみますか。あ、これはゲストっぽいですね。はい。この先は職員専用エリアです。ゲストの方の立ち入りはご遠慮ください。いけない。いけない。あー、で、こっちか。いや、暗いんですが、トイレ、食事、バリケードが、なんだ、あ、血痕がありますね。あ、食堂になんか、あ、います、います、いますな。開かなくていいよ。ここは？この先は職員専用職員か。ゲストの方の立ち入りはご遠慮ください。おいしょ。ん？何の音？食べてんのか。は？おお。おおおお。ほい。よいしょ。早いぞ。動きが早いぞ。死んだか？生きてるな。あ、あ、あ、ちょっと、ちょっと。はは、腕が。燃やしますか？ショットガンにしますか？どっちがよろしいですか？感じになってますね。最新の生化学研究に合わせてバランスの取れたメニューをご提供します。健康的で美味しい食事をお楽しみください。来てるな。次は何だ。おいしょ。え、外す今の。びっくりした。外すんかい。暗い。
これは燃料。ああ、これですか。ガチョン。ピクピクしてる。なんかあるっぽいですね。ああ、ガンパウダーかね。はしご？あ。よいしょ。はい。あっちには行けなさそうなんで、このはしごですね。よいしょ。一応ショットガンセットして。ここかな？これ下に降りたらなんかいるか？大丈夫か？はい。ガンパウダー。ホットケーキ。ここは、まだなんかあるっぽいな。あ、ナイフ？ああ！ナイフは嬉しい。あとまだなんかあるっぽいけど。え、何してんの？あの人。ごめんね。ごめんね。あれ？これなんかあるっぽいけど。なんだろう。何かあるっぽいけど、こっちではないか。仮眠室、なんか、絶対いるでしょう。ショットガン3発か。え？なにこれ？あ！あー！これですね。うん。組み合わせ。お？あ！今気づいた！こうやって振り返られんのか。なるほどー。リロードしていきましょう。かわいそうに。これなんだ？ちょ、このロッカー開けんの怖いなぁ。組み合わせですかね？化学燃料火炎放射器。あ、これ。これは？なんかするっぽいけど、わかんないな。まあ、行きますか。開きました。ドーンってくる？端っこ歩いてきましょうか。この煙幕は何ですかね？なんか手榴弾投げた後ってことは。カートライト部長がお呼びです。カートライト、イーストリア。まあ、とりあえず今日はこの辺でセーブして終わりたいと思います。いや、ちょっと久しぶりのバイオハザードでした。緊張した。はい、見てくださってありがとうございました。ではまた次回、またねー。